テニスの四大大会である全仏オープンの女子ダブルス3回戦で、第16シードの加藤2位、ザイマックス、とアルディラスーチャディ、インドネシア、グミが失格となった騒動は、世界中に小さくない衝撃を与えた。動画、波紋を広げた加藤の失格騒動、物議を醸したボール直撃の瞬間をチェック。きっかけとなったのは、加藤の何気ない行動だった。 第2セットの途中に相手コートへ向けた返球がボールガールを直撃し、泣かせてしまったのだ。突然の事態に驚いた審判は警告を発するに止めたが、対戦相手だったマリエブズコワとサラソリベストルも、チェコ、スペイン、が猛抗議。必要なアピールを続けた結果、裁定が覆り加藤、スーチャディ組に失格処分が下された。 急転直下で下った原罰は世界を驚かせた。そして、加藤、スーチャディペアの気持ちをおもんばかる声と審判に対する批判が相次ぎ、判定を覆らせる抗議をしたブズコワとソリ・ベストルモにも辛辣な意見が飛び交った。抗議は確かに必要だったように見えた。米紙ワシントン・ポストによれば、加藤からわざとやったわけではないんです。 と説明を受ける審判に対してブズコワは、彼女は血を流している、と主張。さらにソリベストルモも、彼女、加藤、はわざとやったんじゃないの。泣いてるじゃない、と恋であるという悪質性を訴えたと同メディアは報じている。そうした報道を受け、元世界女王で、往年の名選手であるマルチナ・ナブラチロワは、失格にさせるために審判へ抗議した対戦相手のペアは外すべき。 すぐにでもルール変更が必要。ビデオでのリプレイ検証もできたはず、と自身のツイッターで嘆いた。最もっとも、大批判を受けている党の本人たちは批判を意に介さない。A 氏、デイリーメール、などの取材に応じたソリベストルもは、私たちは何も悪いことはしていない、ときっぱりと語っている。今の状況はとても不快ではあります。 このような批判を聞くのは簡単なことではありません。あの試合で私たちがしたのは、レフェリーに何が起きたかを説明することだけでした。まず、少女が怖がって泣いていたことを話しました。そしてレフェリーには、ボールがまっすぐ彼女に向かっていったと伝えました。それを彼、審判、が見ていなかったからです。それ以外のことはすべて何もないです。さらに、 批判をしている人の大半はコートにいなかった人たちで失格になった理由を理解していない。ルールはルールです、と語った26歳のスペイン人は、私たちは当たったボールが映像で見るよりもずっと速かったことも、小さな女の子が20分も泣いていたことも見た。それなのに批判されるのは傷つく、と複雑な共鳴を明かした。文、構成、ここからネクスト編集部。